はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、ミヒトです。今回はシャドーバースの方やっていくんですけども、はい、今回の方、その動画の方ではちょっとリプレイでプレイしながら大爆笑していた試合を見ていきたいと思います。はい、使っていたのはこの狂乱バンパイアつって、まあ昔自称バンプって呼ばれてたやつですね。はい、自分のターン中に自分からね体力を削って、それが7回以上だと効果が強くなるキャラクターたちを詰めたデッキです。で、そうは言ってもね、狂乱状態のキャラクターって今のところそんなに多くなくて、バーナレクと、クーガー・クローガール、そして、ノクタン・ヴァンパイアと、あと確かね1体いたんですけども、ちょっと入れてないです。で、アンテロープ・ウォーリアーは、確かに狂乱状態ね、ターン終了時リーダー3回復に変わるっていう感じで、まあ自称できるカードを大量に積んでるんですけど、このデッキやっぱ今の環境的に回復がねえときついってことで、ブラッドコアを3枚プラス、ノクターンヴァンパイアはね狂乱状態だったらリーダーを4回復、しかもファンファーレで1体破壊してくれるってことで入れてはいるんですけど、このねブラッドコアがなんていうんですか、タイミングが良すぎるというか、面白い試合ができたんでね、ちょっと見ていきます。フラウロスはピン刺しです。なぜかっていうと、このデッキの勝ち筋は闇くらいのコウモリなんですね。闇くらいのコウモリで自分のターンに受けた回、自分からダメージを負った回数分相手にってことで、狂乱状態だったら最低でも7は飛ぶということで、はい、ちょっとリプレイの方を見ていきたいと思います。いや、プレイしてて大爆笑、ほんと大爆笑。今日も楽しくゲーム実況、プレイは大胆かつ慎重、プリーズサブスクライブランデブーミヒトチャンネル。はい、それでは見ていきましょう。お相手さんもヴァンパイアだったんですね。ルナだよって書いてあるけど、あなたはヴァンピーちゃんですで、高校引きました。で、大体フリマです。フリマチなんで、もしかしたら面白いデッキが見れるかなと思ったんですけども、はい、悪夢の始まりが手札に、簡易の神社1段目出していこう、不穏なる闇の街はフラウロスを召喚したいなって感じでした。で、お相手さんの1段目、はい、簡易の神社同じなんですね。おお、同じデッキかってことで、こっちも簡易の神社出します。同じ簡易のデッキ、簡易のデッキって何ですか、狂乱ヴァンパイアだと先行取った方が超有利、これで何回も自称できるからね。で、やっぱ取っとかないとまずいってことで、取ってアンテロープウォリアー、狂乱状態じゃないので毎ターン受賞します。おやつさん3ターン目悪夢の始まり、はい、アンテロープウォリアーが生き残って、手札には受賞するカードが1、2、3ということで、次フラウロスを呼べます。フラウロスを呼べます。闇くらいのコウモリ、いや違うんだよってね、コウモリさん、違う、うごめく資料、うごめく資料、今2回このターンで自称しました。そして不穏なる闇の街で3回目の自称、そしてターン終了時アンテロープウォリアーで自称してフラウロス、嘘以外口にしないと。フラウロスは進化したら攻撃力が、違う、体力が5回になります。ラストワードで、僕の体力がねもう10未満なんで、お相手さんもこっちの顔を詰めに来るんですけど、はい、4PP でブラッドコアとうごめく資料が引けました。やることは一つです。フラルスを進化して破壊された時の回復力を多くっていうのも考えたんですけど、盤面をちょっと取らないとまずいってことで、打点の力よ、バットで、はい、うごめく資料を進化、進化して守護を突破します。ここでうごめく資料で守護を取ったのは、フラウロスでさっきのやつ取っていると、体力1になるんで、コウモリが1体残るから、それで上から取られるというか、トレードされるのが嫌だったんですね。ズバッと、さあ体力が17、お相手さんがすることはサーベイジウルフ、攻撃力が7ですね。先ほどの極炎のデーモンでバフしていたんですね。いけいけと、もう僕の顔しか見てないで、鋭利なひとつき回復したにもかかわらず残り5まで減らされた。あー、これまずいなーと。ブラッドコアが来るんですよあれねーってことで、もう分かってるでしょ、やることは一つですよ、打点の力よ。止められるものか、
はい、ラストワードも発動するので20回復です。手札的には悪夢の始まりがあるのでまだ全然あれできますね。あの補充ホワイトさん、ティーラでパフしたレイジコマンダーラウラを走らせる。進化権は切れましたね。これで殲滅と終末をもたらすわ。ここをね、闇の街の現れる狂気で体力回復もとか考えたんですけど、まあ運が悪いと死ぬよねってことで、はい、悪夢の始まりでドロー来た。カードが強い。バーナレク、愛はパトス、生命は危険。バフされて上から取る。でここは闇の街は起きませんでした。1自称してカード1枚引くっていうラストワードなんですけど、死にたくないなってことで体力をちょっと温存しました。うごめく資料、お相手さん残り2枚ですよ手札。さあ2枚目も動く資料。さあラスト1枚は紅のワルツ。はい、最後の最後にね、復讐状態に入ってから紅のワルツ使ったので進化権が1回復しつつ僕の顔に3点ダメ。勝てると思っているのか。世界に進むんだね。進みます。はい、バーネルとノクタンヴァンパイア。まあここはノクタンヴァンパイアを使おうってことで、ファンファーレで破壊しつつ狂乱状態なので回復しました。ホワイトさんの心が折れるっていうね。まああんだけ削ってるからね、ホワイトさんね、なんていうんですか、僕が体力20じゃないですかお互い、35くらい削ってるからね確かもう本当なんでしたっけ、コア、ブラッドコア、ブラッドコアがマジで来るタイミングが噛みすぎて本当もう好きになっちゃったね。まあ何コラボ、ラブライブコラボのごめん誰かわからんわ。はい、どうもこんにちは、アキです。最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録はこちらのボタンで持って、こちらが再生リストかな。でここにおすすめの動画が来て、最後にここ最新の動画でございます。ということでね、皆さんハート送ってね。バイバイ。